皆さん、こんばんは、マーティン。ダーメックは、インタグラコミュニケーション技術、勉強しましょう。介護福祉講座。マネジメントは、管理、調整、経営などの意味を持つ言葉で、主にビジネス分野で広く使われている言葉です。介護でも確かにマネジメントを行ってますね。まあ、チームマネジメント、ケアの展開、人材の育成、事後検査、組織の目標達成が第一でございます。確かにね、同じ職種やっぱりワンティームですね。まあ、特定の業務、いろいろです。 入浴やチームとか食事、あと研修委員会クエクレーションチーム。他職種は、まあ、在宅の利用者を支える場合と、あとはその他も々、会議ですね。はい。法人でのチームもありますね。他職種、共同も本当に大事ですからね。それぞれの職種において。チームワークはチームで目標を共有し、目標のためにチームメンバーで共同することを指すです。情報共有は、複数の職種、職員が把握した情報をチームで共有するんです。いろいろと。はい。これに、ね、サービス担当者会議などがいろいろあります。 あとはね、勤務交代時に行えるのは申し送りが大事でございます。日々の業務は重要です。グループダイナミックスにも関係あるんです。チームワークというのはね、はい。やはり、介護はワンティームです。はい。介護業務、リスク管理、人材育成、確保、あとはいろいろな参加などです。あとは、ケアマネジメントというもの、ケアプランを沿ってです。はい。 ケアカンファレンスは確かに重要です。介護職が集まり、利用者の意向を踏まえながら意見交換、情報共有、ケアの方針、支援内容を行うプロセスは人材育成の場として使われています。ケアの展開、人材育成、自己検査、組織の目標達成、分類できるでしょう。はい、以上です。バイバイ。